インターロッキングブロック舗装目地には砂を使っているので、雨水が染み込むインターロッキングブロックとは、舗装に用いるコンクリートブロックの一種。道路やパブリックスペースなどの舗装に使われるブロックの一種。荷重がかかった際に目地を介して、ブロック同士が噛み合い荷重が分散される構造となっている。このブロックを使った舗装は、雨水が地面に染み込みやすく、 都市型水害や地盤沈下を緩和する効果を持つ、インターロッキングブロック舗装技術協会では、エコロジカルな舗装材料と謳っている。一方で、積雪管冷地においては、ロードヒーティングの不雪面で使用すると、ブロック内の空気が路盤からの熱を遮断するため、アスファルトやコンクリート仕上げの路面に比べて、融雪が進みにくいという側面もある。 また目地から雑草が生えやすく、メンテナンスが必要となる。なお、インターロッキングブロックの形状は長方形、正方形、六角形、八角形など多したようである。一般的なインターロッキングブロックを用いた、舗装の試行手順は以下の通りである。クッション図な敷き込み、インターロッキングブロックの敷き込みコーナー部の仕上げと、目地詰め敷き詰めたブロックの上を、 締め固め用機械によって、電圧空撃部分に乾燥した砂を放棄などで、目地詰め。ありがとうございます。